どうも、爬虫類マスです。今回の動画は、またまたね、水亀をお迎えしました。で、その子の名前が、G ベンロック長首亀って言います。で、この種は、僕がね、爬虫類飼育を始めた頃からずっと気になってた子で、いつか飼いたいな、飼いたいなと思ってたんですけど、なかなかね、この子最終的には40センチぐらいになるんですよ、校長が。なんで、その大きさを家に置くことができないなっていうので、ずっと敬遠してたんですよね。で、今は、もう新しい家があって、で、さらには、こう、ESP で働いてるんですけども、その時に、水亀たちや陸亀たちも担当してて、で、その中で、まあ、G ベンロック長首亀がいるんですよね。で、そうして、なんかこう、管理するうちに、やっぱどうしても飼いたいなーって思いが、こう、募っていって、で、今回、お迎えするに至りました。で、実際ね、G ベンロック長首亀が、どういった亀なのか、ちょっとね、ご紹介していきたいと思います。この子は、ベビーの頃は、その小ささと、愛くるしい顔から人気の亀なのですが、最終的にはね、先ほどご紹介した通り、口長がね、30センチから40センチにまで成長する亀で、結構ね、大きく成長するんですよ。で、この亀自身が、泳ぎ回って、まあ、そういう遊泳するタイプなんで、それだけ大きい水槽が必要になってくるんですよね。なので、もし飼いたいなーって方は、その水槽を置くスペースがあるのか考えた上で、どうするのか検討してみてください。で、この亀は見た目通りね、特徴的なのが、この首の長さ。この長い首を持つ亀は、極形類というグループに属するのですが、完全にね、頭と首を甲羅の中に収納することができないので、首を横に曲げ、収納する方法をとっています。そして基本的には水性傾向が強く、陸地にはほぼ上がらないようですね。で、この子は水草水槽を入れて、貝やエビ、魚たちとね、混泳させたらいいかなと思ってたんですけども、何分ね、好奇心旺盛で、すぐに噛みついてちょっかいをかける性格をしているんで、そういったね、水槽はやめて、もうシンプルなね、飼育でいきたいと思います。ちなみに、この種は過去にチリメン長首亀と G ベンロック長首亀の2種で分かれていたのですが、現在では同種として扱われているようです。ということで、今回はこちらの G ベンロック長首亀の飼育環境を作っていきたいと思いますんで、よければ最後までご視聴ください。ではでは早速やっていきましょう。ということで飼育環境を作っていきましょう。ちなみにこの横にある黒い物体はアク抜きをしている流木になるんで、まあ、気にしないでください。では早速作っていきましょう。まず使用するのがこちらの60センチ30センチの水槽で、次にこちらのろ過フィルターを使っていきます。ただ結構ね、長首亀が水をね汚すみたいなんで、これで足りるのかどうかわからないんですけども、まあ、基本的にはこれを使っていって、でめっちゃ汚れたらもうその都度水替えっていうのをしていこうかなと思います。セットができたんで、今度はこの中に水を入れていきます。で、G ベンロック長首亀が先ほど紹介したように、ほぼ陸地に上がらないみたいなんで、でさらに遊泳能力も高いんで、水はね結構深めに入れます。はい、これぐらいで止めます。で、出席には陸場にほぼ上がらないとされてるんですけど、もしかしたらねこの子は上がるかもしれないんで、まあ、とりあえずは最初のうちはね、こちらのタートルバンクっていうのを使っていきたいと思います。これは M サイズですね。これは、まあ、いわゆる浮き島で磁石でひっつくんですけど、これぐらいの大きさあります。ちょっと洗っていきます。これをこの辺りに置いて、どうだろう、もしかしたら脱走するかもしれないから、もうちょい下げようかな。ちょっともうちょい水深をね下げたいと思います。亀が脱走できないぐらいの水深にしようかな。はい、これで OK です。で、次にバスキングライトと紫外線ライトをつけていきます。もしこの動画を見ている方で G ベンロック長首亀を飼育していて、バスキングライト、紫外線ライトつけてないよ、つけてるよって方がいましたら、まあ、何か変化とかあれば参考にさせていただきますんで、よければコメントお願いします。何やらこの G ベンロック長首亀自身があまり陸場に上がらないっていうので、ずっと甲羅が水の中に入っている状態になりがちらしいんですよ。で、その何がまずいかっていうと、甲羅がね、まあ、水カビ病とか他の病気とかになっちゃったりするんで、定期的に強制甲羅干しっていうのをしないといけないみたいです。なんでこの飼育方法で特に陸場に上がってこなければ、まあ、定期的に、ね、そういったことをしようかなと思います。はい、設置することができました。これでとりあえずは飼育環境は完成ですね。これでまあ様子見ていきながら、何かまた変更したいなという点があったら、まあその都度調整していきたいと思います。
ではこの新しい環境にね、ジーベンロクナガクリガメを入れていきましょう。さあ、新しいお家めっちゃ広いよ。陸地から攻めてみる。いきなり新しい環境になったんで、ちょっと戸惑ってますね。めっちゃ可愛いね。頑張って泳いでる。やっぱ泳ぎ上手だね。カブトニオイガメの方はね、ちょっとなんだろう、めっちゃ必死感あるんですよ、泳いでる時に。はい、ということで今回の動画はジーベンロクナガクリガメをお迎えしたっていう動画と、その飼育環境を作ってみたっていう動画になりました。はい、今のところね、なんか気持ちよさそうに遊泳してますね。ここからね、陸地に上がってくれるのか。あ、そこそれあるからいけない。あんま目良くないのかな、陸地が見えてないのかな。違うとこかじゃないと空気吸えないよ。いや、すっごいかわいい。広々と泳いで。いいね。ここからどれぐらいの速度で40センチぐらいになるんだろうね。早いんかな。まあ、ある程度はね、ある程度の大きさまではこの水槽で飼えると思うんで、まあ、大きくなってきたらその都度ね、また飼えていきたいと思います。ということで最後までご視聴ありがとうございました。またまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。